はい、ということで皆さんこんにちは、トランペットです。ここは上越新幹線の越後湯沢駅です。日本国内で最安で乗れる新幹線に乗ってきたということで、今回は上越新幹線の支線でもありますガーラ湯沢支線、正式には上越線の支線であります越後湯沢駅からガーラ湯沢駅間に乗っていきたいと思います。この路線は在来線特急の扱いではありますが、新幹線車両を使用しておりまして、乗車券が150円、特定特急券が100円の合計250円の日本最安値で新幹線に乗ることができます。似たような路線が他に博多駅から博多南駅の間の博多南線がありますが、あちらは300円ですが、こちらは250円なので日本国内最安の新幹線となります。上越新幹線の電光掲示板にはガーラ湯沢駅の列車は表示されません。専用の電光掲示板に表示されることになっております。こちらの電光掲示板ではガーラ湯沢駅とだけ表示されておりまして、列車名がないように思えますが、待合室のモニターには上越新幹線という扱いで表示されますので、越後湯沢からガーラ湯沢間もきちんとマックス谷川321号として運転されます。今年の秋に引退が予定されております2階建ての新幹線 E4 系のマックス谷川に乗っていきたいと思います。さて、運賃表ですが、在来線と上越新幹線の運賃、自由席特急券がね上に載っておりますが、ガーラ湯沢支線は新幹線ではなく在来線扱いのため、上越線の路線図のところに表示されております。ガーラ湯沢民というふうに表示されております。スキーシーズンのみ営業を行う駅です。早速切符を買っていきたいと思います。指定席券売機でガーラ湯沢というふうにね表示はされるんですが、実は指定席券売機ではガーラ湯沢支線のみの乗車券、特急券は購入することができませんので、マルス券タイプの切符が欲しい場合は緑の窓口で購入することになります。乗車券の経由欄は支線ということで省略されております。特定特急券は博多南線と同じく100円です。新幹線の車両に100円の特急券を足すだけで乗れるなんて本当にお得ですよね。さて、在来線特急という扱いではありますが、上越新幹線と一体となって発着しますので、上越新幹線の改札を通っていきたいと思います。2階建ての新幹線ということで、列車案内もかなり特殊な案内となっております。さて、やってきました E4 系です。高速鉄道車両としては世界最大級の定員数を誇りまして、日本国内で現役の新幹線唯一のオール2階建て車両となっております。 E4 系のラストランロゴのステッカーがもう貼られております。もう引退まで近いということを証明しております。越後湯沢駅までは16両編成でね到着しておりますので、座席数がこちら1634人分もあるんですね。本当に着席を目的としたね、新幹線車両だということがわかります。現在の、E4 系の塗装は時色と呼ばれるねピンク色の帯ですが、搭乗時はですね黄色の帯だったんですね。なので旧塗装の方にね思い入れのある方も多いかと思いますが、現在は時色というふうになっております。2021年の4月現在では2本並結した16両編成の運転は越後湯沢駅より南側だけとなっております。ですので越後湯沢駅から北側は8両編成でしか運転することはありません。
連結器カバーが閉まりまして、MAX 時号の方が先に新潟方面へ発車していきます。さて自由席の方へね移動していたら、指定席車両ではありますが車内がガラガラということもありましてね、車掌さんが好きな席に座ってくださいというふうに案内しておりましたので、特別に指定席車両に座らせていただきました。切り離し作業が無事に終わりまして、越後湯沢駅を発車しております。ガーラ湯沢駅まではおよそ3分のね短い E4 系2階建て新幹線 MAX の旅となりますけれども、ガーラ湯沢駅はですね5月までの営業となっておりますので、一足早くこの路線から E4 系が引退ということになりますので、最後のガーラ湯沢駅 E4 系2階建て新幹線 MAX の旅を楽しんでいきたいと思います。上越新幹線と一体となった運行をしておりますこのガーラ湯沢支線ですが、在来線路線に新幹線車両が直接乗り入れる特急ということになっておりますが、今ね入線しているガーラ湯沢駅自体は新幹線特例法がね適用されるということになっておりますので、新幹線特例法が適用された在来線路線の駅に新幹線車両を使用した在来線特急が入線するという複雑な、説明をすることになります。ガーラ湯沢駅は冬季のスキーシーズンのみ営業するということで、イオン系は秋に引退します。なので来期のね営業開始前に引退することになりますので、この路線からは一足早く消えることになります。当初この駅はガーラ駅になる予定でしたが、地元からの強い要望でガーラ湯沢駅になりました。階段を降りてね、乗降口に行くというね機会も新幹線からはなくなってしまいます。上越線のガーラ湯沢駅に到着いたしました。私事ではありますが、これで新幹線車両が使用される路線に全て乗ったことになります。ようこそというふうに歓迎されております。在来線路線ですが新幹線特例法が適用されるということで、改札口は新幹線仕様になっています。緑の窓口や指定席券売機が置かれておりますが、在来線扱いということで近距離券売機も置かれている上に、新幹線単独駅なのに在来線の運賃表が掲示されているということで、かなり違和感を感じます。上越線の支線ということになっているのがこれでわかるかと思います。新幹線仕様の運賃表もありますが、越後湯沢駅だけ、かなり安くなっております。せっかくなので帰りは近距離券売機で越後湯沢駅までの乗車券特急券を買いたいと思います。在来線扱いとはいえ、やっぱり新幹線に乗るのに近距離券売機でね切符を買うっていうのはかなり違和感を感じます。在来線でおなじみのオレンジ色の切符が出てきました。サイズはマルスケンと同じサイズですが、色がオレンジ色で縦向きに印字されているのがこの券売機の特徴です。近距離券売機で購入した切符をですね新幹線の自動改札に投入するというのはかなり新鮮ですね。在来線路線ではありますが新幹線が乗り入れるということで、新幹線 E チケットの座席表の発行機も設置されておりまして、電光掲示板も上越新幹線など東日本で使われているものと同じです。ただ乗客には上越線の支線といってもね分かりにくいということで、運行体系が一緒の上越新幹線というふうに案内をされます。帰りは MAX の E4 系ではなく E2 系の谷川で行きたいと思います。東北新幹線の新青森開業時に増備された E2 系の最終増備車両に当たりました。行き先表がですねフルカラーの LED になっているのが特徴です。
谷川号でありながら停車駅が越後湯沢から始まるのはガーラ湯沢駅ならではですね。早速車内に行きたいと思います。他の E2 系は紫のねモケットがかなり強調されておりますが、最終増備車はモケット柄はね、まあ、同じではありますが少し落ち着いた配色になっております。 E2 系の最終増備車では普通車でありながら荷棚に読書灯が設置されているのが特徴です。また壁側にはコンセントも設置されております。車内の電光掲示板もフルカラーの LED ということで E5 系にかなり合わせた設備となっております。スキーシーズンのみに営業し、スキー客のために営業している路線でもありますが、私はガーラ湯沢支線に乗るためだけに来ましたので、ガーラ湯沢駅に着いてからスキーなどする暇もなく、そそくさとガーラ湯沢駅を後にしていきます。営業するガーラ湯沢駅に E4 系と E2 系が並ぶ姿も今シーズンで終わりです。このガーラ湯沢スキー場は JR 東日本の社員による発案プロジェクトとして、上越新幹線の越後湯沢駅の保線基地の裏山をね活用して開業させたということで、ゲレンデが車窓からねすぐ近くで見えるということで、スキー場直結の新幹線ということがわかります。スキーシーズン以外もこの路線は活用されておりまして、越後湯沢駅発着の列車の折り返し用の回送線としても利用されております。回送線をねうまく活用しているのは博多南線とね同じ境遇だと思います。さて始発駅をね出たということで、自動放送はどのようになるのか、注目していてください。さて越後湯沢駅に入線仕掛けている時まで越後放送が流れるほど駅間は短くなっております。越後湯沢駅に到着しました。ガーラ湯沢駅と越後湯沢駅ね、片道250円往復500円ということで、こちらは東京上野間や東京品川間のね新幹線の自由席に乗るよりも安く、往復することができます。たったの3分で到着することができます。越後湯沢駅に到着です。東京駅から最速75分で行けるスキー場として JR 東日本の新規事業では成功例を出した路線でもあります。さて越後湯沢駅に到着しました。在来線扱いはここまでです。首都圏から新幹線直結のスキー場に行ける路線でもありながら、日本国内で最安値で乗れる新幹線の回るハイブリッド路線ですね。今シーズン限りで E4 系のガーラ湯沢駅新幹線は見納めということになります。来シーズンからは E2 系と新型の北陸新幹線、上越新幹線でおなじみの E7 系によりスキー客輸送を行っていきます。今度この路線に来るときはスキーに行くという目的でね、ぜひガーラ湯沢に行きたいと思います。ガーラ湯沢支線に乗ってきたということで、最後までのご視聴誠にありがとうございました。